はい、沖縄県糸満市のここビーチです。ビビビーチ、今ね2021年の3月25日なんですけど、もうね海入ってる人もちらほらいるっていう感じ。まだちょっとね水は冷たいんですけど、まあ綺麗ですね。やっぱりビビビーチです、糸満市の。まあ今ね、今の時期人が少なくてすごいいいなって感じですね。こんな感じ、ちょっとそこ上がってみましょうか。今日はね天気も良くて、であそこがね僕がね泊まっている糸満市のサザンリゾート、サザンビーチリゾートです。よいしょごめんなさいね。ほい、まあ沖縄も南部なのでねあんまり来ないんですけど、いつも恩納村とか行くのでやっぱりすごく綺麗ですね。こんな感じです。青いですね、沖縄の海って感じ。今日風強いです。あっちの方行ってみますね。いやでもね暑すぎず寒すぎずでちょうどいいかな。半袖でも全然大丈夫ですし、ビビビーチです。ビビビーチ、糸満市の。ちょっとぐるっと回りましょう。結構遊具施設とかもありますね。ここがですねちょっと有名なスポットかな、ハート型になっている生けす。わかるかな、ちょうどねハート型になっている感じです。こんな感じでね、こう空港からね20分ぐらいなとこなので飛行機もねバンバン飛びます。見ていて気持ちいいですよ。自然もいっぱい、よいしょ。気持ちいいですね。まあ頑張れば海入れるからな、後で入ってみようかな。あ、飛行機来てます、ほら。もっとね全然近く飛ぶこともあるんですよ。ちょうど今ね10時半ぐらいなんだけど、あの那覇空港着の飛行機がバンバン通ってるって感じですね。3分に1本ぐらい。あ、なんか上がれるとこがある。上がってみよう。ひょ。
がいないのはいいですね。はい、という感じで沖縄県糸満市のビビビーチでした。